N. F. パンチ、音楽のすすめ。今回のテーマは。ヒットチャートに違和感を感じるかというテーマでお話をさせていただきたいんですが。まずは皆さんにお一人ずつ聞いていきます。今のヒットチャートに違和感を感じていますか。その理由も教えていただきたいんですけれども。えっと、ソア。はい、そうです。違和感はまあ、感じます。<う>感じるというか。 まあなんか最近のヒットチャートって昔はこう曲がいいからランクが上がるとかランキングに入るとかだったんですけど今はあのこの人がいいいいいかかかかからら音楽をくくととじゃないですか最近は音楽を聴くっていうよりなんか音楽を流す方が多くて例えばもう今やったら電車でみんなイオホンとかしてるじゃないですかあえててんかもう寂しいとかなんかないとあかんみたいな人が多くて流すだけなんですよ音楽を。 でなんかまあ自分は音楽を聴く時もあるんですけど結構も流したりする時が多くて流す曲って最近もう流行ってる曲とかそういう曲ばっかりじゃないですか、うん、なんか最近のそういうランキングが入るのでただ流行ってるだけでただ流行ってるのと結構もうすぐ入れ替わるなっていうのはすごい思いますね、うん、なるほどサイクルが早いと聞かれ方も変わってきてると、はい、と思いますなるほどじゃあ福村はい僕今年で三十三なんですけど、うん、なんか 僕は学生の時ってそのオリコンに入ってるのがいいあれがすべてでかっこいいでそれをみんなにこう追ってたと思うんですよみんなもそれが周知だったと思うんですよねでも今ってそのランキングまあヒットチャートっていうのがいろんなチャートがあるじゃないですか例えばオリコンやったら CD が売れてるあれって音楽がいいじゃないと思うんですよね握手券があったりとか何かで商業的に売れてるものだと思うんですけど。 あのダウンロードのチャートとかどっちかっていうとロック系が多かったりとか聞きたくて買ってる人が多いので、うん、そっちはどっちかっていうとあの聞いてる人が多いチャートと思うので、うん、なんかこの議題があった時にすごく考えたんですけど今までのチャートのあり方の考え方を変えないとダメなんじゃないかなっていうそこがすごく僕もあのそれを考えるまではすごい あの違和感があって、うん、こんなチャート意味ないなって思ってたんですけど、うん、その議題を考えることによって深く考えたら、そのチャートの考え方を今の時代は違うから、うん、何か考えて変化していかないとだめなんじゃないかなっていうふうに思いますね。うんうん、なるほどそ、聞かれるメディアも変わってきてるのに、そのオリコンみたく一辺倒なランキングじゃなくて、もっと違ったランキング方法みたいなものを模索していってもいいんじゃないかと。そうですね。なるほど。 じゃあ月はい、えっと、私も違和感を感じるんですけど、うんえっと、今って結構 CD を目的に買うう人っってて結構少なないかなって思うんですよね、うん、CD も音楽もなんですけど、うん、結構得点を求めて買う人が多いなと思っていて得点ありきの CD 音楽みたいになってしまっているところが結構多いなと思うのでそういうところにも結構違和感とか危機感も感じていますし、うん、結構無料で聴ける そういうのも結構高校生なんですけど、うん、高校の中でも結構出回っちゃっていて、うん、そういうので聞けばいいやみたいなそういう考えも結構あってなるほど、はい、私も違和感を感じるんですけど、うんまあ、昔からアイドルとかは、うん、ランキングに入ってたとかそうと思うんですけどなんか最近。 例えばランキングの10位まで全部アイドルとかいうのを見かけるなって思っていてアイドルとかだと,そのとさっきもおっしゃってたお得点とかでなんかそれが欲しくて1人でもう何十枚とか購入する人がいてそれによってそのランキングが決まっちゃっててその売上枚数っていうよりも支持率というか支持している人数でランキングってつけれないのかなっていうのがちょっと思ってて。ここにいらっしゃるみんなは 音楽好きなのでそういうことはないかもしれないんですけど、まあ、音楽嫌いじゃないぐらいの人がランキング見て話題性で聴いたり曲を聴いたりすると思うんですけどそういう時になんかそういうなんかちょっと偏ったものだけになってしまったりとか曲としていいものがあ,のあまり目に触れないでることになっちゃうのかなっていうのがもったいないなって思うのでつけ方をもうちょっと変えていくべきなんじゃないかなって思いますなるほどその評価のされ方ね。はい えっと佐藤,佐藤ですはい違和感はすごく感じてはいてもうそれこそ僕も今年31位なんですけど一番 CD が売れた前世紀98年とかだったと思うんですけど、えー、と CD の売り上げ自体が多分その時って6,000億ぐらいあって今2,800億とか600億もう半分以下なんですよ。だからそもそもも その売り上げが下がってる中でランキングをつけるっていうことにそもそも違和感を感じていてじゃあ売上下ががっってているるイイココーーールルリスナ減ですねでじゃあリスナーに届いてるかっていうとランキング自体が今届いていなくてあらもうメーカーとかまあ事務所とかの何んですかね まあ、一つの勲章になってるだけで、うん、あの誰が喜ぶかその施策をして、まあ、もう AKB とかがあれだけいろんなタイプの CD を出して「ミリオン行きました」うん、じゃ誰が喜びますかっれったら、うん、AKB のファン、うんえー、ないし事務所、うん、レコード会社以上なんですよ。だからランキングっていうものがそもそもチャートっていうものは機能していたんですよ。うん でまあ、今一方でそういうオリコンが CD やってるでビルボードがまあそこを CD だけじゃ測れないで多分 YouTube とかんだろうな、まあ、あと音楽配信とかもやってるのかな、まあ、いろんなこう、うん、まあ何てうんですかね再生回数だったりとかもろもろ集めて独自のポイント制ででやっているんですよ確かに時代背景で見るとあっちの方がえ時代背景は 反映してててるなと思っていてこの間ピコ太郎とかが来た時にあのオリコンは実はあれ反映できなかったんですよなぜかというと CD を販売してなかったんですよねその時点でただ一方でムーブメントになってるじゃないですか CD が売れてないでムーブメントになってるっていうのはユーチューブが爆発的に売れたから売れたって見られたからな,なんですよねだからビルボードからしたら、えー、とそこの回数も最低回数も取ってビルボード位になったんですよあすごいなと思ったんですけどただ先ほどの話にまた立ち返っちゃうんですけどじゃあそもそもそのランキングを見て誰が喜びますか誰がそうですねまあ そのランキング見てなんかじゃあピコ太郎の CD 買いますかとかピコ太郎にどれだけ還元されますかみたいなところをやっぱもう少しランキングってものを本当一つのツールとして捉えるのであればそこまで踏み込んでやってほしいなとでもしそういうツールとして除外するのであれば僕はいらないなと思ってます。ななるほどど、はい、森田私はは違和感感いいうものは感じてないんですけど CD の売り方とかがどん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 変わっちゃってるから仕方ないのかなっていう意味で違和感を感じていなくて実はこの夏に私 CD20 枚同じの買ってるんですビリーアイドルっていうアイドルが好きで実際に今日チェキを持ってきたんですけどこれ1枚取るのに CD1 枚買わなきゃいけないんです。それでリリースイベント集だと 月曜曜日日から金曜日まで毎日関東でイベントがあって1日2回とかあって会って話すためには CD を1枚以上買わなきゃいけないっていう状態で結局チリも積もればで二枚と写真を2枚撮りたいから2枚買いますっつって2枚とかに増えてって結局この夏20枚買ったんですね同じものを。 アイドルのそのアイドルの順位が上がりました織り込んで。うん、かといってアイドルだけでそういうことっていうことではなくて今、うん、普通のアーティストさんとかでもうん、うん、例えばタワーレコードで缶バッジがつきます、うん、HMV さんでファイルがつきます、うん、別のもの特典がついて、うん、これは2枚買わなければいけないのではないかっていうことも思ったりもして、うん、あと。 すごいこの夏一番売り方ですごいなって思ったのは「リビジョン・オブ・センスってバンドがあってそのバンドがベスト版を出したんです250円で20曲入っててっていうのが4形態あるんですけどパッケージだけ違って中身は全部一緒で250円で4種類あって4種類の角っこに QR コードのかけらが。 それぞれれあってそれを組み合わせると新曲が2曲聴けるっていう状態になっていてそれは実質ベスト版を売っているというよりシングルのような形でアルバムを4枚売って結局折り込んでの順位が中間でで桁になったんですよそのバンド違和感は感じないけどそういうレコードを発売する側がすごく知恵を絞って。 オリコンの順位を上げてそれで喜ぶっていうのが出来上がっちゃってるから、ある意味仕方がないかなって思いながら、これからはユーチューブの再生回数とかの伸び率とかサブスクリプションとかの定額聞き放題のサービスでどれだけ聞かれたかとか、そういうのを総合したランキングが出たら面白いかなとは思ってます、うん。なるほどね。CD の売上じゃなくて、もっと他の概要的要素も含めて。 ランキング化していく方がより誠実なランキングとして評価できるんじゃないかってことですね。<music>